皆さんこんにちは。今日は雑誌を見ながらクリスマスコフレを考えていきたいと思います。それではスタート。はい、今回はボーチェを見ながら考えていきたいと思います。11月号買ってきました。ちょっとね、美的と迷ったんですけど、今回はねボーチェにしました。で、全然クリスマスコフレのことを考えてなかったので、今日ねじっくり悩みたいと思います。この間話したんですけど、本当にねまだクリスマスコフレっていう気分じゃなかったので全然考えてなかった。で、このボーチェはカレンダー風かと思って買ったんですけど、カレンダーではなくてクリスマスコフレがドドンっていう感じで特集されてます。で、思ったよりねちょっとしか載ってなかったです。まあ、とりあえずこの中で今考えていきたいなと思います。もうクリスマスっぽい感じで、もうキラキラしてますね。かわいい。もうコメントではね、結構あれとあれを迷ってますとか、予約しましたっていうのを見てね、さすが早いですね、みんな。今年は早めに行動したいと思います。やっぱり11月ぐらいからね、考えると本当遅くて、もう10月から販売開始のものとかあるので、早々やっていきたいなと思います。はい、じゃあ見ていきます。やっぱりなんかエスティローダーって、なんか去年もだったと思うんですけど、すごいでかくないですか、カバンとかが。ポーチっていうか、カバンみたいなの中にいっぱい入ってますよね。だからめちゃめちゃ高い。まあ、リップとかパレットとか、あとスキンケアとかも入ってるから、13,000円。結構しますね。私が今いいなと思ったのは、このランコムのビューティーボックス。これは、なんかもうめちゃめちゃいいものがいっぱい入ってるから、すごい気になるなって思ったんですけど、値段見たら19,000円。すごいですね。あ、でも私がこの間使った UV エクスペールトーンアップ、しかもこれ原品だ。すごい。それが入っていて、ビファシルっていうのも原品で入ってます。あ、結構原品で入ってるのがあるんですね。4個原品のものがあります。それはすごいな。それで19,000円。1900円だったらもう誰でも買いますよね。最近ねランコムデビューというかファンデーション買ったのでちょっと気になる。あとはやっぱいつも人気なルナソルは可愛いですね。なんかアイシャドウもすごい可愛いし、このね入ってるポーチがめちゃめちゃ可愛い。ファーがついてるからもう余計可愛い。これ予約開始が11月3日で、11月9日から発売だそうです。絶対人気ですよね。いつもルナソルってすぐ売り切れるイメージがあるから、今年もすごいんだろうな。ジルスチュアートも人気ですよね、いつも。これは10月19日予約開始で、11月2日に発売だそうです。これはアイシャドウとか、ハイライトなのかなとか、マスカラとリップがついて、で、ポーチもついてるやつで、7500円になってますね。なんかもう、見てるとほんと全部欲しくなるんですけど、あ、ポール&ジョーのメイクアップコレクション2018。これがアドベントカレンダーになってるんですけど、私アドベントカレンダーってすごい好きなんですよ。で、日本ではあんまりねコスメのアドベントカレンダーってなくて、去年はボディクリームとかそういうのをやったんですけど、ちょっとなんかあればやりたいなと思ってるんですよ。そしたらポール&ジョーにねありますね。12アイテム入ってて9,000円で、しかもあの人気のファンデーションプライマーも入ってるからちょっと気になる。でも私ポール&ジョーって使ったことないので、ちょっと他のものがね合うのかどうかちょっとわからないから、そこはやっぱ下見が必要ですね。実際に見て触ってみないとわからないかもしれない。ちょっと今度見てきます。で、あとねロクシタンにも去年もあったんですけど、今年もねありますね。昨年限定発売のアイテムや日本未発売のシリーズや最高峰スキンケアのミニサイズもあるって書いてあるので、ちょっとこれも気になりますね。だけどこれはね15,000円、ちょっと高いかもしれないですね。で、これは10月10日予約開始で10月31日発売です。割ともう少しだ。ちょっとね1個アドベントカレンダー欲しいな。まあ、チョコレートでもいいんだけど。で、カバーワークもありますね。フローレスフィットラリアントローズコレクション、これは15,500円からって書いてありますね。フローレスフィットのファンデーションとか下地とかパウダーも入ってますね。このファンデーションとかね持ってるんですけど、すごいいいからね使ってみたい方にはすごいお得なセットかもしれないです。ちょっと被ってるものがたくさんあるので、このコレクションは私は買わないかもしれないんですけど、他のアイシャドウとかもすごい可愛い。もうほんと迷っちゃう。あとね、ケイトのアイシャドウマニア。これなんかもう結構前に予約が開始されてて、ちょっと話題になりましたよね。全部で48色入ってるそうです。めちゃくちゃ多い。ちょっとでかいなと思ってね、私は予約するのやめました。今気になってるのがあって、シュー・ウエムラのガナッシュ&プラリネアイパレット。これがめちゃめちゃ気になってます。2種類あるのかな？あ、
2種類ありますね。でこれは7500円になってます。見た目もほんとチョコレートっぽくて可愛いし、色もね使いやすそうな感じなんですよ。赤系のパレットだったりちょっと気になってます。これは11月1日発売です。でシャネルとかディオールもねすごい可愛いんですよね、いつも。でねこれもすごい気になったのがビセのグラマラスリッチアイパレット、去年も2種類出ましたよね。そういう感じのアイシャドウパレットがまた今年も2種類出ます。ゴールド系とピンク系の2種類ですね。でこれが11月16日発売の2000円なので、もうほんと試しやすいですよね。これピンク系がすごい可愛い、めちゃめちゃ気になる。去年はピンク系可愛いなと思って見てたんですけど、悩んでたらすぐなくなっちゃって買えなかったので、今年は買おうかなと思います。ちょっとまだわかんないけど、今載ってるものを全部言ったわけではないんですけど、ちょっと少なくてこれだけで MAC のやつとか書いてなくてあれって思ったんですけど、ボーチェと一緒に普通にグリッターも買ってたんですね。私が今見たくて買ったやつなんですけど、これにもクリスマスコフレが載ってたのでこれも見ていきたいと思います。私あんまり雑誌って普段買わないんですけど、雑誌なんか欲しいなって思った時によく手にしちゃうのがグリッターです。かっこよくて可愛いからめちゃめちゃ好きですこれ。でマックこちらには載ってました。ここにはリップのコレクションしか書いてないんですけど、多分他にもあると思います。10本セットになってるそうで、ナチュラルなピンクベースから濃い赤系まで入ってるみたいです。こういう系なんか去年もありましたよね。ちっちゃくてね持ち運びも便利ですよね。ちょっと他のマックのやつがまだ見れてないんですけど、マックはねちょっと去年買えなかったので、今年は何かは欲しいなって思ってます。であとメイクアップフォーエバーで11月1日発売のものがあって、全部で18色入ってるアイシャドウパレットがあります。それがねなんかすごいゴージャスな感じでめちゃくちゃ可愛いんですよ。それもちょっと気になりますね。それが6000円です。はい、ということで今回ちょっと気になるのはやっぱり MAC とビセと、あとさっきのメイクアップフォーエバーとアドベントカレンダーのポール&ジョーカー、ロクシタン、あとシュー上村とかがちょっと気になってますね。あとはちょっと店頭に行って置いてあるものはちょっと見ていきたいなって思います。はい、ということでみんなは何が気になってるでしょうか。気になってるものとか予約したものとかぜひ教えてください。そちらも参考に考えていきたいなと思います。はい、そして最後になったので今日もリップを紹介します。今日つけてるリップはこちらです。メイベリンのリップフラッシュの CO02 番、可愛らしい色ですよね。コーラルピンクっていうかちょっと赤も入ってるような感じのリップです。で今日のメイクは次回に紹介するので、ぜひそちらも見てみてください。はい、今日も最後まで見ていただきありがとうございました。こちらの動画が面白かったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録はこちらからお願いします。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。